はい、こんにちは、サイエス。今回は、富士見ファンタジア文庫レジェンドコラボが復刻しますよ、ということでね、全部詳細が発表されたので確認していこうと思います。1月25日10時から2週間ありますよ、ということで、まず新キャラのね、詳細を見ましょう。なおかこちらはダンジョンドロップではなくガチャゲンで追加されますよ、ということですね。攻撃回復の水闇、ね、バインドスキブプラス封印、指プラス2個、7コン2個、水コンボ2つ。スキルが7ターン軽減の火を邪魔、毒を水に変化、9ターン。これあれですね、ガンコラのラクシュミみたいな、そういう感じのスキルですね。リーダースキルが水の HP 1.5 倍、水2コンボで3コンボ加算。ドロップ5個つなげると半減の15倍ということで15倍出ますよ。超覚醒が水コンボ7コン、お邪魔プラス。で、救護進化。こいつがね、俺めちゃくちゃ強いと思ってんだよね。攻撃回復の水闇、バインドスキブ5個、封印無効管2個の、操作負荷と回復 L 字。スキルが2ターンダメージ吸収、属性吸収無効の2ターン水の攻撃2倍、指が半減18ターンですよ。リーダースキルは水の HP 2.5 倍、水回復の同時で2コンボ加算。水4つつなげると20倍の固定位置ということで、まあ、こういう位置とコンボ加算自前で持ってて、で、しかもこいつ、多分ね、ノルザーがもう必須になるかなって思います。てか、ノルザーのために作られたキャラでしょ、こいつは。もう完全に。回復の L 字もあるんでね。相方ノルザーで、回復 L 字と、まあ、水しっかり繋げて、火力出してねっていう、そういうコンセプトかなっていうふうに思います。はい。こいつは強いんじゃないかな。はい。武器にもありますよ。攻撃の水。L 字と回復の追い打ちと、泥鏡2つ。スキルが左を回復、右を水に変化して2ターン属性吸収無効10ターンですよ。なんかこれはあれですね。サビ箱とかで使えそうな感じの性能がしますね。まあ、結構便利じゃないかなっていう風に思います。はい。僕は水属性すごい好きなんでね。あとね、見た目もね、結構好みなんですよね。だから欲しいなって思っています。はい、次。今回こいつがめちゃくちゃ話題になってますね。コンスタンスマギー、バランスの木。バインドスキブプラス封印指プラス2個 L 字10コンボ木のコンボ2つ。スキルが木を泥鏡をロック解除1ターン指2秒延長2ターン完全にホルス。木ホルスがね、実装されてしまいましたね。はい。リーダースキルの木の全パラ2倍、木の2コンボで固定1、回復の十字で軽減の10倍、20倍出ますよ。超覚醒が操作負荷雲チーム HP。で、救護進化の方がバランスのキーキー、バインドスキブプラス封印指プラスチーム HP 回復盾追い打ち無効感3つ。スキルは一緒、リーダースキル7コンボで 60% 軽減の毒無効、キー回復の同時で18倍2コンボ加算。あのね、これ、まあ、正直ホルスって、確かに今すごいね、使われているんだけど、まあ結構昔のキャラっていうのもあるし、まあその、今、火属性で流行ってる炭治郎とかセイナのために作られたキャラっていう感じではないんだけど、こいつはもう完全になでこう意識した性能になってるかなっていうふうに思うんで、なんだろう、その専用性が高いっていうことで、ホルストリーはかなり上かなっていうふうに思うんですよね。なので、その、まあ僕もなでこう使ってて、ホルスいたらいいなーってずっと思ってたんですけど、そこの枠が埋まったっていうことで、多分ね、今の環境、これで貴族性一強になるんじゃないかなっていう気がしてます。で、しかも、追い打ち持ってるし、無効感も持ってるんで、で、この辺のね、耐性系もあるっていうことで、なぜこれ足りないもの全部持ってるんですよね。だからジュロンドとか、カエデとかとすごい喧嘩することになるんだけども、まあ、多分こっち入れてる方が強いんじゃないかな。あとね、スキルが2ターンだから、リダチン運用もできるんですよね。ボンタと合わせて、こいつに操作負荷つけて、で、ボンタで雲つけて、で、スキルがね、ちょうど20ターンでね、リダチンできるようになるんで、なでこの変身と一緒なんですよ。多分相性これ、マジでいいと思うんで、ぶっ壊れだと思います。はい。久しぶりにこれ使います。こいつはぶっ壊れです。はい、武器になりますよ。バランスの木、起動鏡3つ、封印のバインド。これもね、まあ、封印とバインドって変身パラと結構足りなくなりがちなんで、相性はいいかなっていう思いますね。スキルが2ターン遅延の超猛毒、2ターン木の攻撃と、指が 1.5 倍。ここもね、遅延があるんで、これも変身の補助にすごくいいですね。全部欲しいな。まあ、これとこれは最低限確保したいですね。はい、強いと思います。はい、新キャララスト、レナード・テスタロッサ、バランスの闇、バインド・スキム3つ、封印、お邪魔プラス、回復 L 字7コン2つ無効感、スキルが10ターン闇目覚めの1ターンルーレット1個、これが10ターンなんで、セルフで目覚めがループしますよっていうキャラになってますね。そういうキャラっていたのかな？
まあ、お邪魔とか毒がセルフでループするキャラいたかもしんないけど、普通の属性の目覚めがループするのは初めてじゃないかな？違ったらごめんなさい。リーダースキル、落ち込んなし、闇の HP 攻撃2倍、闇4つ以上で、10倍の固定1、超覚醒が無効化とマシンキラーと7コン。はい、究極進化、バランスマシンの闇闇、マインドスキル4つ封印、暗闇プラス、追い打ち、回復じゃない、何言ってんだ、無効化2つのマシンキラー、スキルは一緒、リーダースキルが闇の全パラ 1.5 倍、8コンボで10倍、闇4個つなげると半減の2コンボ加算ですね。はい、武器になりますよ。バランスの闇。泥鏡4つと80以上強化。あれですね。ブラーキーディオスだっけ？姉の闇属性バージョンみたいな。そういう感じですね。スキルが闇の99点、闇が6で落ちてくる闇と回復のジン12ターンですよ。という感じですね。どれも強いな。全部強いな。欲しいな。はい。で、既存のモンスターに新しい進化もありますよということで、リナインバースの、これは普通の究極なんだね。転生じゃないんだね。はい。攻撃回復のヒーヒー、バインドスキル4つ、指プラス、無効感3つのドラゴンキラー2つ。スキルが一旦火のエンハンス4倍、ロック解除、回復以外から火を9個生成、11ターンですよ。まあ、4倍エンハン11ターンで打てるんだったらそこそこ強そうかなって思います。リーダースキルは火の全パラ2倍、火の2コンボで10倍、火を6個つなげると軽減の固定500万ということで20倍出るんですが、まあその攻撃手段が火の2コンボなのに、その軽減と固定ダメージがね、火を6個つなげる必要があるんで、まあちょっと難しいですね。盤面に火が9個必要なんで、しかも無効貫通絡めたら12個必要ってことになるんで、ちょっとめんどくさいかなっていう感じがしてしまいます。まあ、その耐久と火力が分断してるっていう見方をするんであれば結構使いやすいかもしれないですけど、どうだろうな。まあ火力はすげえ出るかなって思うんですけども、ちょっと何とも言えないですね、これは。はい。武器は変わってないかな。で、オーフェンの新しい進化、これは転生になっていますね。バランスの闇闇、マインドスキル4つ、封印7コン3つの闇コンボ2つ。スキルが 25% グラビティのロック解除の闇回復陣22ターン。リーダースキルが闇の HP2 倍、HP 50% で軽減、闇2コンボで15倍の2コンボ加算。超覚醒が攻撃キラー、体力キラー、操作負荷、お邪魔プラスっていう感じですね。はい。で、あとこちらですね。なんだっけ、相良宗介だっけ？ちょっと違ったらごめんなさい。こちらが転生進化と武器が追加されてますね。転生が攻撃マシンの闇火、バインドスキルプラス封印、指プラス回復追い打ち、7コン3つのガードブレイク。スキルが2ターン遅延のロック解除、2ターン属性吸収無効、12ターンですよ。リーダースキルがマシンの全パラ 1.5 倍、指2秒延長、4色で半減の11倍、3コンボ加算 16.5 倍。強そうに見えるけど、マシン縛りがちょっとめんどくさいかなっていう感じがしちゃいますね。はい、超覚醒がスキルプラスと無効感と毒プラスと L 字で、武器の2つ目の方が、マシンの闇火、チーム HP3 つの暗闇2つ。強えな。今向きの感じがしますね。スキルが一旦闇炎波5倍の属性ダメージ吸収無効14ターンですよという感じですね。まあほとんどの方の目当てはこっちかなって思いますけども、はい、あとは特に追加されてないかな。はい。ということで、性能のね、調整見ていきましょう。今の情報は新キャラに関しては見たので、一旦スルーさせていただいて、ここも一旦スルーして、こっからですね。はい。スキル調整されますよ。ニラインバースの方が、これが進化後の方ですね。一旦1コンボ加算とか2コンボ加算になって、ロック解除の火闇15、15陣、で18から14体になっていますよ。ガウリーの方が一旦光の目覚め、ロック解除が追加されて右を光に変化。で、その武器の方が一旦属性吸収無効が2ターンになっていますよ。オーフェンの方が11から9になっています。これが、なんだ、クリオの武器かな。一旦光の攻撃2倍だったのが2ターン 2.5 倍になっていますよ。で、上下を光に変化。で、ソウスケの方が、一旦2コンボ加算のロック解除が追加されていますね。で、ランダムで5色プラス回復を5個生成。要の進化後の方が、これは属性吸収無効が追加されていますね。で、2コンボ加算の水光陣、16から14になっていますよ。アメリアの方が、一旦1コンボ加算の光のエンハス 2.5 倍が追加されていますよ。で、ターン数が8から7になっています。メリッサ・マオの方が消せないドロップだけだったのが覚醒無効も5ターン回復するようになって火闇回復陣です。クルツ・ウェーバーの方が12から11になっていますっていう感じですね。
次、リーダースキル。ニナインバスの進化前の方が、火の HP 攻撃2倍が全パラ2倍になっていて、火の2コンボで8倍だったのが9倍。で、火の3コンボで12、なんだ？あ、そうか。ここが変わってますね。この苦闘点が変わってるんで、火の2コンボで9倍、で3コンボだった場合は12倍に固定500万って意味ですね。失礼しました。ややこしいな。はい。で、究極後の方が、火の全パラ 1.5 倍が2倍になっていて、火闇の同時で石コンボが2コンボ加算、火をつなげると、攻撃力が14倍だったのが11倍に縮んでるが、これは元の全パラがね、2倍になってるんで、21倍から22倍になってるんで、強化ですね。はい、大丈夫です。はい。ガウリーの進化前が、光の攻撃回復3倍、指2秒から5秒になっていて、光をつなげると軽減から半減になって5倍から6倍になっていますよ。18倍。究極後の方が、攻撃タイプの HP が2倍、4色で4倍、7コンボで軽減の4倍が 5.5 倍になっているんで、22倍出ますよと。オーフェンの方が76で8コンボで攻撃回復 4.5 倍の光闇同時で軽減の2倍から4倍になっていますよということで16倍出ますよ。はい、クリオの進化前の方が光2コンボで5倍指が2秒から5秒になっていてドロップ5個つなげると軽減から半減になって3倍15倍出ますよ。で、究極の方が光闇の HP が2倍から 2.5 倍になっていて指が2秒から5秒延長、光を9個だったのが6個に緩和されて15倍の2コンボ加算ですね。はい、ソウスケの方が、攻撃タイプの HP には4色で7倍から8倍になっていて、5属性のどれか十字につき 2.5 倍ですね。要の進化前が水属性の HP 攻撃2倍、指が2秒から3秒延長になっていて、水機械の同時で軽減の、9倍ということで18倍出ますよと。はい、進化後の方が、水光の全パラ 1.5 倍指3秒延長、水光の同時で軽減となるが半減になって9倍、1コンボ加算 13.5 倍ですよ。なるほど。はい、覚醒が変わりますよ。リナインバースの進化前にドラゴンキラーが1個ついてますね。ドラゴンキラー5個と。何かあったのかな？ドラゴンにね。はい。で、究極の方がスキブが2個増えてますね。ガウリーの方が、7コンがついています。で、進化後の方が、悪魔キラーがついています。で、武器の方に、ドロ、強じゃないわ、お邪魔が2つついています。オーフェンの方に、無効管、で、究極1に、スキブ1個と指プラス、究極に、スキブが増えてる。で、武器の方に毒がついている。クリーン王の進化前の方が、10コンボがついて、進化後、究極後の方がお邪魔プラスがついている。で、武器の方に暗闇が1個。ソウスケの方が、進化前が闇のコンボ1個。で、進化後、究極後1が、スキブが2個増えている。その2が、スキブ1個とスキルチャージがついてますね。はい。要の進化前がスキブが1個と雲がついた。で、究極後の方に操作負荷がついた。で、武器の方に暗闇が1個ついた。ゼルガディスの方に、指が1個追加。アメリアにスキブが2個追加。マジクリーンにスキブ1個追加。ボルカンドーチン、こいつも強かったな。スキブが1個追加。メリッサ魔王にスキブと無効感がついた。で、ゼロスに7コンがついて、テレサ、これはあれかな？交換所のやつかな？向こう側に2個ついた。で、ダンジョンドロップのナーガに指が1個ついた。こいつね、すごいダンジョンドロップにしてはスペック高いからね、もうちょっと強くなってほしかった気がしますけどね。はい。消化生追加されますよ。イナインバースに7コン、ガウリに無効感、オーフェンに51化強化、で、クリーオにスキルプラス、あ、これ強いんじゃないかな。こいつもともとね、スキル3ターンですごい短いんで、これは優秀かなって思いますね。いいと思います。で、ソウスケに闇コンボ、要にスキルプラス、ゼルガディスに10コン、アメリアに回復努力を、マジクリンにクラビプラス、ボルカンドーチに雲、メリッサモーにスキルプラス、クルーツウェーバーに L 字、ゼロスに無効感ですね。はい。で、これは、新キャラの超覚醒ですね。そうだなぁ。まあ、もともと強かったキャラが相変わらず強いかなっていう感じがしてますかね。そんななんか大幅にこいつバゲたなっていうのは、いない気がするかな、個人的には。
まあ、もともと優秀だったコラボなんで、その強化の幅っていうのがあんまりなかったっていう見方もできるんだけど、まあそうですね。リーダーで化けてるキャラはそんなにいないから、まあ使いやすいキャラは結構いるかなっていうふうには、もう要のこの進化前とかも結構強いかなって思うんで、そのぐらいかな。これっていう感じのキャラは、あんまりいなかったですね。まあ、やっぱ新キャラ3体ですね。結局新キャラなのかっていう感じがしますけれども。ですね。はい。ということですね。あとこの辺見ていきましょう。コラボガチャがありますよと。まあ、こんな感じですね。で、石井子の120円のガチャがあり、石井子の確定アメリアと、今回確定がコンスタンスマギーですね。キホルスが確定で購入できるんで、まあ、これはね、勝手損はしないかなっていうふうに思います。2440円。で、石井子の星なんか確定がありますよと。で、コラボダンジョンの方で、ナーガのね、あのダンジョンドロップの方が落ちますよ。で、このしおりを集めて交換所でいろいろ交換できますよ。で、一度きりの虹のしおり2個とガチャが1回回せるダンジョンがありますよ。で、スキル上げダンジョンがあります。3人ワイワイあります。交換所の方で星8のこの2体が交換できますよ。で、交換所の限定で、レキ。なんだこいつ。かわいい。かわいいな。ちょっと詳細見ましょう。はい。ドラゴンの闇。封印2個と、回復、列回復2つ。なんかさ、その交換所のさ、無料の武器って、封印2個武器多くね。なんかそんな気しない？全然いいんだけど。スキルが5ターン回復力とドラゴンタイムの攻撃 1.5 倍の消せないドロップ全回復ですね。はい。で、今回はこんな感じなんで、今回新キャラでガチャからしか出ないのは、これですね。レナード・テスタロッサ。こちらがまあガチャから出すしかないっていう感じですね。コンスタンス・マギーは1体は購入することができる。で、あとこの辺で言うと、やっぱこのソウスケがね、とんでもないあの、分岐のね、数があるんで、複数体確保したい人はね、ちょっと頑張らないといけないなっていう感じ。まあでもね、ほとんどの人はこれ狙いじゃないかなっていうふうに思いますね。っていう感じかな。まあ、貴族性が完全にもうなんか、ね、一強になりそうな雰囲気がありますね。今まではその、貴族性と、まあ、貴族性。まあ、貴族性が一番強くて、で、貴族性が、まあ、なでこの登場で一気にガッて上がってきたかなっていうところで、徐々にね、強くなっていったんですけども、まあ、その、ホルス、実質ホルスが出てしまったことで、そうだな。もう貴族性一強、貴族性最強になったんじゃないかなっていう気がしてます。僕はね。まあでももちろんこれからね、火属性もまた強いキャラ出てくるかもしれないんで、あとまあ水とかね、それ以外の属性に関してもね、バランスよく強くなっていってほしいなっていうふうに思うんで、まあ今は、火属性の時代っていう感じでね、楽しんでいけばいいのかなっていうふうに思ってますね。はい。そんな感じですね。よかったら皆さんの感想を聞かせてください。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。